どうも、イヤラマイクカンパニー、もちもち大福です。お茶丸だに、祭りでやいそう。お願いします。さあ、本日は、はい、浜松あるある学校編。よいしょ、よいしょ。はい、本日はですね、はい、あの実際に、我々ヤラマイクカンパニー浜松に住み始めまして、はい、あ、こんなことあったな、あ、これもあるなみたいなものがいろいろ出てきましたので、うん、はい、そちらを動画にまとめてみました、はい、で、あの僕はですね、うん、あの浜名湖パルパルさんの CM が昔から大好きで、はい、あの浜名湖パルパルさんのあのフレーズですよ、うん、浜名湖パルパルっていうこのフレーズが大好きなので、うん、リスペクトの意味も含めまして、はい、オマージュさせていただいたものも、どっかで出てくると思います、はい、そちらもぜひお楽しみに、はい、それではどうぞ。はい、じゃあ授業始めます。今日はこの前の続きからやりたいと思います。みんなは伸びゆく浜松の35ページ開いてください。はい、みんな自己紹介ありがとうございました。5年3組みんなで仲良くやっていきましょう。さあ、みんな5年生を迎えたもんで、今年は30分間開演がありますね。夏に飛びようでやるもんで、5年3組みんなで合格できるように先生も応援していきます。頑張りましょう。浜松あるある。はい、じゃあ帰りの会終わりたいと思います。明日は持参米飯の日だもんで、みんなちゃんと忘れんようにね。浜松あるある。斉藤浩樹くん。はい。清水香織さん。はい。鈴木愛子さん。はい。鈴木健太くん。はい。鈴木さとしくん。はーい。鈴木ちかこさん。はーい。鈴木哲夫くん。はい。鈴木ななこさん。はーい。浜松あるある。大福くん、大福くん、今日のさ、給食の献立知ってるけ？給食？うん、知らない。あ、そう、うん、今日ね、桜ご飯の日だに。え、マジ？そうそうそう、ど楽しみだな。最高じゃん。やったー。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに。やらまいか。次の動画も見てね。絶対絵に入ってるでしょ。